どうも、スバです。いやね、皆さんお久しぶりですね。本当にね、私最近動画出してませんでした。1週間も出さないことなんてないんじゃない。でまあ、もともと僕プライベートの時間なかなかなくて、仕事ばっかで忙しくて出しづらいんだけども、ここ最近ね、もう自分のプライベートの時間をね、すべて釣りに費やしてました。ナマズ野郎なんだよ俺ね。ナマズ野郎、ライギョ野郎なんだよ俺。もうバスなんか狙わない。もうナマズ野郎、ライギョ野郎、スバターなんだよね。で、前回ね、紹介した、このね、フロッグ、カエルのね、あのルアーがね、あんまり芳しくない。やっぱ安いなりだよね。安いものは安いなりの性能ですよ。このアルミのフロッグ、これ500円か。このアマガエルのフロッグもこれ、まあ、500円なんだけど、まあ、あんま釣れなかったね。あんま釣れなかったっていうか釣れてないんだけど。で、この前動画で見せたじゃないですか、これ。この、マングリ返しじゃねえや。ドングリマウスっていうね、この、兵庫県にあるメーカーのね、ルアーなんだけど、これがすごい。もうね、数十年ぶりに釣り始めた俺が、いきなり65センチのライギョをぶっこ抜いたからね。一発で、一撃でぶっこ抜いたからね。で、ね、昨日ルアー買い行ったんだけどね、迷った挙句、なんとこれのね、マーク2が売ってたんだよね。これなんだけどね、マングリ返しじゃねえや、でんぐり返る、このマーク2。大幅にパワーアップしてんだけど、もうこれで今日もね、まあ、次雨降ってんだけど、巨大ナマズと巨大ライギョぶっこ抜こうと思ってさ、雨降ってるけど関係ない。もう、ナマズ野郎は、ライギョ野郎は気にしない。こうやってほら、こういう、なんつうんだろうな、ポンチョ型の、ポンチョだ。ポンチョ型のこのカッパを着て、完全フル装備で臨みます。逆にね、雨の日ってね、いないんだよね、あんまライバルが。釣り人に邪魔されないからね。本当にね、ほら、釣ってんのにさ、隣に来るからさ、本当にうぜえから、雨の日にね、こういうね、カッパを着てやると。というわけでね、動画の方もね、全然出してないんだけど、最近ね、寸劇とね、フェイクドキュメントが伸びててね、すげえ伸びてんのよ。一応年間24万分維持しないと収益化できないけど、一応30万分超えてるんで、今のところずーっと。今月もね、動画何本かね、過去に出した動画がね、勝手に伸びてるんで、1週間ぐらいサボってもいいかなって感じでね、サボりました。ほんでね、今ね、カメラの寸劇が伸びてるからね、撮ろうと思ったんだけどね、もう雨だから撮れないからしょうがないね。まあ、今後ね、寸劇とフェイクドキュメント、あとおもちゃレビューをしていきます。それが伸びてんのよ。それが、過去に出した動画がいきなり伸びて1万8000回とか2万回とかいって、俺のチャンネルは収益化が維持できてると。だからスバターの動画なんかね、みんな見たいんですよ。一部のね、頭のおかしい人が見てくれてるだけで、基本的にね、まともな人が俺の動画なんか見ないっていうか、俺のことなんか見ないから、俺に興味ないから。というわけでね、すげえ虫が、もう、ハエしか言っとこねえもん。だからね、これからもね、なんでスバターこんな、寸劇とかフェイクドキュメントとかおもちゃの動画出すんだろうみたいな思うかもしれないけど、それで回してるからね。その上位10作品とかみんなあれだから、もう俺が出てないやつだからね。というわけでね、もうね、スバターにみんな興味がないと、そういうことですね。というわけでね、一部のね、頭のおかしい方々、一部のね、俺のことが好きであろう頭のおかしい方々、これからもね、お付き合いください。お願いします。ということでね、スバターでした。じゃあな。